皆様、おはようございます。おはようございます。皆様にちょっと質問があるんですけど、チャ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 パンパンってできますか？雑談というものが終わりまして、皆様今何だったの？お願いします。じゃあ私今日毎回これ私今日あんま説明ないですけど、ね、ファーストガンダム見ているな本当。やっぱりレポーターを極めたいなと。レポーター？思いました。レポーター？はい、リポーター。これは大丈夫か？リポーターもないね。デレツテテテテテテレツテ、イエーイ。あー、年末感ありますね。はーはっはは、今からリンさん、こちらを登って降りていただくっていうのを、とりあえずカメラに撮らせていただきます。分かってます？なんすかこれ、リンちゃん髪切った？切りましたね。めっちゃ短く乗ってる。ほんとほんと。本日は横須賀市にあるソレイユの丘に来ています。こちらゲレンデ、芝ゲレンデ、ね、ゲレンデ、芝ゲレンデ、ゲレンデ、ここをソリで降りれるとのことなので降りてきたいと思います。すいません、すいません。はい、はい、結構あのリンさんのレポート良かったんですけど、なんかゲレンデってあのディレクターさんの声が入っちゃってて、ごめんなさいごめんなさい。ちょっとあの卵と黄身と白身のゲレンデとメレンゲです。あ、メレンゲ、あ、メレンゲだ。じゃあ滑ってきてください。はい、いい感じでお願いします。結構あるんですよ、ちょっとね。おーおー、すごいすごいすごい、めっちゃ速い。マイクさん、お願いします。滑るというエンターテインメントを見せつけてください。スイッチ入ってますからね、もう。武士みたいな、自分の歩く芝生の音を取っている。20選手が滑っております。すごい体勢で滑っております。パンツが見えそうでしたが大丈夫そうです。コメントの方お願いします。どうでしたか？お股が見えても諦めない。ありがとう。ちょっと思ったことがあって、はい、多分滑り具合っていうのは、はい、体の角度と気持ち、はいはい、そしてお股を見えてしまっても諦めないし、はい、これで変わってくると思うんで、何人かで滑った方がいいんじゃないかって思ったんです。あ、よーい、ドン。もう一回飛びますか？もう一回やりましょうか。よーい、ドン。勝った！圧倒的鈴鹿さんの勝利です。聞いてください。どうしたんですか水島？聞いてください。皆さんどうしたんですか？聞いてください。どうしたんですか？目の前にディレクター鈴鹿さんのマッキーが転がってきました。What's happening today? 何をしてるんですか？マッキーがこの芝生のどこかにあります。私のディレクターとしての必需品を。必需品をね。必需品、必需品。マッキーが、マッキーがマッキーがだーこの滑りの何？シワソリゲレンデに捧げる全力舞い。ゲレンデ、ゲレンデ、ゲレンゲンゲレンゲンゲレンゲンゲンゲレンデ、ゲレンデ、アシュアシュ、ゲレンデゲレンデゲレンゲンゲレンゲンゲレンゲンゲンゲレンデゲレンデ、アシュシュ。先日電車に乗っていたらセーラー服を着たおじさんがいらっしゃいまして、とても一緒に踊りたくなりました。うずうずしました。次回もお楽しみに。